ホワイトボードアニメーションとは、これからの動画について、アユートテレビジョン。その名の通り、ホワイトボードに字や絵を描いているような、アニメーションのことです。人間は視覚と聴覚の情報が、一致していると理解しやすくなる、という特性があるため、ホワイトボードアニメーションは、視聴者の理解力を深めるのに、最も適切な媒体と言えます。わかりやすく伝わりやすい、イラストや図を使って説明するため、視聴者にとってわかりやすい、内容になるというのは、ホワイトボードアニメーションの最大の特徴です。人間は視覚と聴覚の情報が一致していると理解しやすくなるという特性があるため、ホワイトボードアニメーションは視聴者の理解力を深めるのに最適な媒体と言えるでしょう。ホワイトボードアニメーションは最後まで見てもらいやすいという特徴があります。ユーザーは次はどんなイラストが出てくるんだろうと先が気になる傾向があるため離脱率が低いです。実際のところホワイトボードアニメーションは視聴維持率が 80% と高い数値を出しています。YouTube の動画は一般的に 50% あれば最後まで視聴されている動画とされているので、この数値は高い数値と言えるでしょう。また、人間は動くものを目で追ってしまうので、ホワイトボードアニメーションは文字や写真を使ったものだけよりも視聴者の興味関心を引きやすいです。これからの動画はわかりやすい。ホワイトボードアニメーション、本格アニメーションを。チャンネル登録をお願いします。アユートテレビジョン。